マリサがかわいそうです。今さら大きな変更はできないから、料理パートの最後のセリフをマリサに振り分けよう。そろそろ取らないとスズメの戸締まりに間に合わないよ。はい。ポンちゃん、今日はロールキャベツを作っちゃうんだもん。イエイ。出来たてを食べてほしいから、ここでゆっくりしていってね。スパイス、これはキーマカレーの時のもので、今日は使えません。ズコ。最初にキャベツの下準備からです。お鍋に水と塩を少々入れます。お湯を沸かしてキャベツを入れるの。柔らかくなるまで茹でてね。にょーん。続いて詰め物を作っていくわ。フライパンにバターを入れてみじん切りにした玉ねぎを炒めます。しんなりしてきたら OK だよ。玉ねぎを冷ましている間にボウルへ卵を落とします。そこへ大好きなナツメグとお塩と胡椒を入れて混ぜまーぜだにょーん。あ、そうで、そしてあらかじめ牛乳でふやかしたパン粉を入れます。こうした方がスパイスが偏らないような気がするの。よく知らないけど。ズコ。ここでひき肉と玉ねぎを加えて粘りが出るまでよく練り合わせます。いよいよキャベツでくるみます。その前にキャベツの水気を拭き取らなきゃ。なんで？なんでかな。そして小麦粉をパラパラ。どうして？どうしてかな。メリーなら買い物に行ってるぞ。そうなんだ。無知な3人が集まっても答えは出ないのである。お肉を置いて巻いていきます。こういう時器用な人が羨ましくなっちゃいます。わかるみょん。初めてにしては綺麗だと思うよ。ありがとう。こうやって片方の端を押し込むと崩れにくいんだって。ふう。それではスープを作ります。フライパンでバターを熱してベーコンと玉ねぎを炒めます。トマト缶を加えたらさっと混ぜ合わせるの。トマト缶はキーマカレーの残りだみょん。そういう裏事情は視聴者さんには内緒だよ。フライパンにロールキャベツを並べてブイヨンを注ぎ沸騰させるわ。弱火にしてアクをすくいながら30分。じっくりコトコト煮込むにょん。おーい、それ私のセリフだったのに。塩コショウで味を整えて茹でた野菜を添えたらできた。特製ロールキャベツだよ。一緒に食べてくれるかな。ゆっくりしていってね。セリフが少なかったマリサからどうぞ。いただきます。なんだぜ。むしゃむしゃ。ほっ、うまいのぜ。キャベツは柔らかくてスープもうまみがある。それでは私もいただきます。ハムハム、あ、おいしい。お肉のスパイスが効いてる。ご飯をスープに浸して食べてもおいしいにょん。ロールキャベツ最高。あなたと一緒に食べると美味しいね。みんな忙しいのにいつもコメントありがとう。読む？カニクリ？なに？セリフの恨みは火力で解決だよ。ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。わわわわ。